トトトトトトトヤッホー、ようこそ夢摩訶不思議ワールド。今日はギリシャ神話十二星座です。夢案内人のブラックマスクマン、ブラッキーです。以前はなんか弟シルバーマスクマンがお世話になったと思うんで、その兄貴です。よろしく。はい、どういうやり方でやろうかなと思ってんけどね、今日はまずねマイクをつけてね、これだ。ここはみんなね、よしギリシャ神話を覚えようと思って来てる人間じゃないから、あんまり難しいことはやめた。できるだけ簡単に、できるだけ分かりやすくすることにした。だからなんか見たい人が見たら、なんじゃクソと思っても全然大丈夫。そのためにまず今日することでも、今日することはまずね、はい、これを覚えましょう。まずね、いきますぜ。もう一回復習へ、まず復習やりますぜ。前の復習ね、はい、もう何回もやるから分かると思うけど、あれないな、あ、ここか。はい、まずこれ覚えてくださいね。ウラ、ゼウス、クロス、クロノス、ウラノス、覚えてますよね。はい、次に2番目にすることは、お嫁さん。はい、これ覚えてくれたら嬉しい。その次にウラヌスの子供です。これ12人、前は覚えやんでもええってことでしょ。今日は待って、入ってるか見るね。はい、入ってる。今日はクロノス出てきてるでしょ、デア出てきてるでしょ、でプレイオス、プレペリオン、そんなもんかな。まあ、とりあえず、一個ずつこれ覚えてくるから、だから、クロノスの子供たちって覚えてね。次は、もうこれやったね、前。で、次は、ここね。ここの、ここの部分覚えてもらうよ。それ俺ちょっと変えてきたから、一番新しいやつかな。え？はい、まずこれ覚えてほしい。はい、カオスがあって、さっきの上、ウラヌスの上ね。だから逆からいこうか。ここにウラヌスおるん、わかるかな？ウラヌス、大地があって、山々ポントス。ウラノス、山々、ポントス。これガイアが生んだやつやからね。わかるかね。で、このウラノスとガイアが今度合体して、お母さんであり、お嫁さんになるやつで。だからこれこう、こういうついてあるからね。だからまず、この大まかなやつやで。全体に考えて、一番最初は、なんもないところがカオス。こっから、エレボスとニクス。これ一番最初に結婚したやつでね、男と女やねんけど。でもこれ神やから、人間としてね、形を作ったんは、言うたら、パンドラ。パンドラが、あの一番最初のヘラのお嫁さんが、ブサイペア言うて、海から埋め掘ったやつじゃないか。ヘパイストス。ヘパイストスが作ったんが、パンドラが一番最初の女性やるやつや。ね。で、エレボス、闇、ニュクス、夜。ガイア、これが同時に自然発生したやつな。で、エロス、タルタロスってなってんねん。なんでこれ大切かって言ったら、このタルタロスを俺とって、冥界のタルタロス。これってほら、ハデスってあれやんか。お兄ちゃん一番シオンで会うとやばハデス、みたいな。冥界の神。のもう一個上やねん。上っておかしいけど、最初やねん、これ。だから、海の神ポンとその後にポセイドンってあったやんか。と同じように、タルタロス。もう一個でかいね。ポントス。あと、ポセイドンとか。
あったんやんか、海の女。同じように、これだけま、なんとなく覚えて、ウラノス、山々の上に、カオス、エレボス、ニュクス、ガイアだけ覚えてくれたよ。エロス、タルタロス。なんでかって、なんでタルタロス関係あるかって言ったら、今一番最初にやりたいのが、十二神やる前に、面白い話をした方が丸やんか。みんな知ってるよね。ガイ、神さんで一番強いのは誰？ゼウスやな。で、ゼウスがおる神々は何やった？そう、オリンポスやな。で、オリンポスの12人に、ハデスだけ選ばれへんぞやんか。その12人、それオリンポスやねん。要は、ゼウスとゼウスの子供たちやねん。それが、オリンポス十二神やねん。そして今度、そう一個前の、ここ。これ、ティターン族って言うね。ティターン神族十二神って覚えてて。ティターン族。要するにタイタンや。タイタンとかチタン。ティターン族。これの十二神。これティターン族。最初、クロノスと喧嘩するの、ここで。クロノスとお父ちゃんおれへんか。お父ちゃんって喧嘩すんねん。で、その次に、このもう一個上。今度はね、ガイアとおれへんか。ウラノスが、チンチン切られたやんか。その次にパーンと行って、アフロディティに当たれたやんか。ヴィーナス誕生って言うたやんか。ならガイアはさ、このウラノスの血を自分のもう一回入れて、で、産んだんが、ギガンテス。ギガンテス。ギガント神族っていうね。要は、クロノスが作った集団をティターン族やろ。このウラノスの、チンチンが飛び出た血で作ったんが、ギガン族っていうね。ギガントマニア。これ、ティターンマニアって言って大きな戦争一つ二つあるね。で、ガイアが勝つねん。じゃ、ガイアちゃうから。ゼウスが勝つねん。ほんだらガイアがさ、ちょっと待てや、みたいな。うちらの子供、ばっかり買ってちょっとええ気にならんといてや、って言うて、今度はガイアが、な、ちょっとややこしないで、ガイアが、このタルタロスとエッチすんねん。これで出てくるのが、キュポーンって言うねん。ゼウスまず負けへんやんか。ゼウスが、コテンパンにやられたんが、キュポーンっていうね。キュポーンっていう怪獣。要するにタロタロスとガイアが生んだ、最強の、これはもう、神さん倒されへんねん。最強の。で、それがどんなんか言うたら、もう、ええでやるわ、ええわと思って、タル、キュポーンって言うね。キュポーン、キュポーン、キュポーン、キュポーン。あ、ないわ。あれ？あ、こっち。あ、なんでないね。こっち入れてると思うで。キュポーン。あれ？入れてない。不動産は入れてないわ。最悪や。うわ、入れてないわ。キュポーン入れてないわ。うわおー、ごめんな。キュポーン入れてないわ。さっきあんだけやったのにな、キュポーンってもう、めちゃでかい怪獣やねん。怪神、怪獣の怪の神やねん。それ覚えといて、流れの中でな。はい。ほんで、まずこれ、ゼウスがやった神、キュポーンって言ったやつ。ガイアの復讐やねん。まず、ティタン族というのは、クロノス一族やろ？クロノスの兄弟と戦うんが、ほら、ウラノスとかガイアがのこう、十二神と戦うねん。勝つねやんか。これがティターノマキアっていうね。ティターノマキア。大きな流れだけやからな。で、次、ギガントっていうのは、このウラノスの血、切ったチンチンの血をガウスが取り入れて子供を産むのがギガントっすよね。ギガント。これもすごい強いね。要するに巨人族ってめちゃめちゃでかいね。ウラノスのチンチンの血から取ったのが体重やね。な。で、最初タルタロス、このティターン族と戦うやんか。
で普通では買ったと。で次ガイアがお父ちゃん許せへんって言うて、なんでやるとお父ちゃんが一つ目とかヘカトンケールとかキュプロックスいう規定のあったんか、ティタン族には入れへんけどって怪獣ね、一目のんと顔が50ある体重って言うのね、その怪獣おんねんけど、その怪獣と組んだらギガント族やっつけられるよって教えてくれんねん、ウラノスと仲良くなったから。でそれをギガン、ガイアが、あ、ガイアやないわ。ゼウスが聞くねんやんか。仲ええ時にな。ありがとうみたいな。で、両方ともへっちゃんこに預けてもたら、今度はガイアが、待て、そんな、いつも偉そうにしてたら私の意見がないわって言うて、オケアノスだったやろ、タルタロスだったやんか。冥界の。タルタロスって運弾がキュポンやねん。このキュポン。このキュポンやねん。これが最高に強いねん。で、これは、負けるやん。負けんねん。ゼウス負けんねん。もう殺されてこう、そうになんねん。それを助けたんが、使いっぱなしのヘルメスと、今からやる、ネウシトラちゃんは、ヤギ座ヤギ座のパンって言うんだけどな。パンが助けてくれて物語が成立するみたいな、いう感じやね。で、こう、チュポンは最強だな。ゼウスに触れて、ほら、ヘルメスとパンが助けてくれんねん。で、こうあって、みたいな。で、ほら、待ってな。なんでこれも覚えてほしいんやけどな。ヒュドラ、ケルベロス、まあ、ええわ。ほんで、これが1番。2番。で、ガウセがその、親族で、ティタン族やられたから、じゃあ次、ギガントマニアやられて、みたいな。そんな恩赦がつもりがしたかへんかったから、で、この、ユデンが、テュポーンな。テュポーンめっちゃ強いねんけど、一応現れんねやんか。オリンポス界へ。みんな逃げんねん。ゼウスはタガになって、アフロディティとエロスは、棒になって、ヘルメスはコウノトリになって、で、こういろいろあんねやんか。こうみんな怖いから姿を変えて逃げんねん。で、これエジプトの方に逃げんねん。だから、エジプトの方って要は猫とかさ、鳥とか、ああいう顔になっていらんか。だからそういうのが逃げて、テュポーンから追われて、神が逃げて、エジプトでゆっくりしたみたいな感じやねん。ほんで、なんで今関係あるかって言ったら、いきなり、これ、もう覚えてな。まず何も覚えてんけど、まずな、暗いところにおる魚、これ闇魚って言うね。な、暗いところにおる、闇におる魚はどこにおる？浅いところか深いところか、はい。浅い、深いところやな。なら、闇魚におるんはどこにおるか、おお、深い、深し。深いところにおる。闇魚、深し。お？わかった？闇を深し、王天才。闇を、あ、これ王まで言えば、王で言えば。これも、トンも、王で言えば。闇を深し、王天才では。おトンは山も、王で言えば。闇を深し、王天才。これ、王で言えばな。闇で取れた魚は、おいしいぞせいや。どこにあるか言ったら、深いところにあるね。闇を深し、おお天才、闇を深し、おお天才。丸暗記すね。闇を深し、おお天才。闇魚。闇で取れた魚は、深いところにある。闇魚深し、おお天才。丸暗記すね。なんでもいいから。んだら、これ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。ほんで、何月から何日まで覚えんでええから。だいたい1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月って覚えたらええから。で、二十何日でどうこうなるけど、そんなんいちいち覚えんでええから。だいたい一月はヤギ座、二月は水で噛めへんから。で、闇魚、おふかし、お天才。これだけ覚えて。だからなんでみんな絶対若い子に聞くときに何座って聞くやんか。ああ、何座かな。そして共有話をちょろっと言うたら参考になるやん。
で、今日きっと全部喋られへんかもしれへんから、また館長からいろいろ持ってるからさ、これ今からずっとやってるからさ、これ、まず控えたら細かいこと書いてあるからな。これ見やんと一応言うけどさ、こう、一応こう、4、5、6、7、8。で、こう、で、あるから、これ見えるよな。見えへんかったらそっちでバッと動きできんのかな、これ。だから、闇を吹かし、王天才で覚えて。闇を吹かし、王天才。覚えた？で、今から、だいたい言うてるから、これ忘れてねえから。またそれはな、調べたらええねん。星座十二神言うたら、ギリシャ神は、ヤギ座って言うと出てくるから。物語が。そして思い出したらええねん。でも、せっかくやねんから、十二星座だけ覚えよ。闇魚、暗いところで取れた魚、闇魚、深いところに、闇を吹かし、王天才。闇を吹かし、王天才。これ丸暗記しよう。闇を吹かし、王天才。だから喋ってくれ。で、合わせるかな。パン、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 パン。あのな、ヤギ座っていうのはな、パンっていうやつがおるね、パンな。で、これパンっていうのは、危ない時に、ふぅーっと笛を吹くねんやんか。な、それで、神さんが耳痛なんで、うわー言うて。で、パニックになるやん。そのパニックのもとやねん、パン。このパンっていうのは。パニックはこの、ボクシングパンから来てんねん。で、言うてんか。チュポンが来た時に、ヤギ座、よう頑張って変身せないかんわ言うて、一生懸命、下半身は魚なんねんか。下半身はな、魚書いてへんわ。下半身魚なんて、上は羊のままやねんから、みんなから笑われんねん。わかる？下で、魚で、わーみたいな、笑いもんなんねん。これ、ヤギ座やねん。ヤギ座っていうのは変身すんねんけど、お笑いや、お笑い。上半身はヤギやけど、下半身は魚のままやった、みたいな。みんなにお笑いや。ヤギ座みたいな。これ覚えてもらう ?1 月のヤギ座。あと、詳しいこと調べたやろな。次、2月。水亀座。水亀座ってどんなんかって言ったらな。要は、ゼウスってな。女ばっかりと思えん。違うね。男も行くね。このガニュメデスいうのはねな。ガニュメデスいうのは美少年やね。めちゃ男前やね。まあ、当然どうかの方さえねんけどな。それを、和紙に自分が変身して、さろうてくんねん。で、なんでそうなったかって言ったら、天界の宴会係に言うたやんか。ヘラクレスのお嫁さん、ヘベって言うたやんか。ヘベが給仕役やってん。でも、結婚するから給仕役なくなるやんか。お酒継ぐやつな。ホステスみたいなもんや、今で言うな。ほんだら、ゼウスがさ、それ俺の周りおれんかったら困るな、みたいな。ヘビはもう、ヘラクロスのとこ嫁行くからさ、欠員ができるな。いっぺん探さなあかんな、言うて、街をこうって言って、お、あいつ男前やな、みたいな。で、和紙に乗って去っていくねんか。バーみたいな。当然、親とか心配するやんか。だから、ゼウスは、ちゃんと、高校ですよ、言うて、その自分が去っていったところに、なんかいっぱいいいものをあげたとか、みたいなな。だから、水亀座は、ガニュメダスっていう美少年を去って、なんで、ヘビに欠員ができたから、ヘビはヘラクレスのお嫁さんって覚えてへんと思うけど、ヘラクレスのお嫁さんやねん。ヘラクレスのお嫁さんがヘビって言うねん。で、ヘビでお嫁さん、欠員になったから、誰か探さなあかんなーって見つかったんがガニメです。と覚えとって、それだけでよ。ヘベと皇帝で結婚したから、みたいな。頭の動画を言っとったよね。覚えんでいいから、そんな名前、覚えんでいいから。頭の動画を言っとって。で、これね、いろんな説あるから、これだけが正しいってないから、ものすごい説あるから。いい？で、次に、魚座。魚座っていうのはね、海やからアフロディティってやらんか。アフロディティ。で、アフロディティの、俺最初にエロスってやったやんか。でもな、アフロディティの子供もエロスって言うの。キューピッド。
あれエロスやねん。言い方変えるけどな。だからそんな順番もごちゃごちゃになってんねんか。だからアフロディティとエロスが一緒になって飛び込むねん。魚になんねん。でも迷子になったらあかんから言うて、足ちゃんと奪えてんねん。赤いとかなんかしたんで。で、そういうこう、おしゃれな。アフロディティとエロス、ゼウス、ああ、まあ、ここやな、ここまでな、ウォーザ。要するに、怖いわーってみんな逃げんねやんか。バーッみたいな。でも迷子ならんように、アフロディティとエロス、キューピットやな、は、糸でちゃんと結ばれたあったぞ、いうようなお話。だからそれがカニ座。だから1月、2月、3月のカニ座な。だから4月。多少変化するんで。4月は今度は大やけど2つあるから。お牛と、お羊座とお牛座あるからな。だから最初、おーってやってんけど、まあ言えば、覚えとこう。お羊が先、羊が先。めいめい。これヤギやろ。これヤギな。これ羊やからな。ややこしいやろ。山羊とか言ってヤギ。これ羊。これはな。ケサリアいう国にな、お姫さんと王女さんと、子供がおってん。ペリクソスっていうのとヘレっていうのが、子供二人おってん。で、それのお母さんがネペレっていうねん。ところが王さんは浮気者やからさ、このケサリアの浮気者やからさ、新しいイノーっていう奥さん見つけんねん。んなら、ネペレはもういらんやん。ネペレは。でもネペレは心配やってん。私はええけど、子供らは大丈夫かなみたいな。ちょっと心配しててんや。なんなことないねん。この、イノはどうするか言ったら、まあ、国を統治するから収穫せなあかんやんか。種あるやんか。種を先、燃やしてもうねん。燃やして、いるねん。行ったら絶対種出てけへんやん。で、それをやって、王さんにしてみたら、あれ？なんで今年、収穫が早いんやろうと思うやん。な？で、デルポイ。デルポイっていうのはギリシャで一番大きいとこにデルポイ、これデルポとか出ると、デルポイの神殿頼みに行くねん。なんでなんですかーみたいな。ほんだら、この、イノーは、仕組んでるから、買収してるから、生贄を差し上げなさい。生贄を差し上げなさい。それは誰ですか？ペリクセスとヘレー。これを生贄に差し出しなさいって言うね。で、王さんは、わ、わかりました、みたいな。その前と殺されたないん、この二人。死んでもと思うんないんか。そこで、あいつやね、一丁神の、ヘルメス。ヘルメスが言うて助けてくれんねんか。これでこれで言うて、ほんでゼウスに生贄に捧げようって言うやんか。ほんでこのヘルメスが援助してくれて、嘘の神言言うやんか。ほんで黄金のここで出てくるね、王牛。これおもろやろ。王牛と目牛があんねんけどな。でとりあえず行って背中やのね、二人がバカる？バカっていくねん。でも、ヘレはさ、嬉しいから、へぇ、すごいなぁ、って追っちゃうねん。追って死んじゃうねん。その追ったところが、ダルダネス海峡っていうとこやねんけどな。助けに行けよって思えへん？助けに行けへんねん。何やねんみたいな。落ちたら助けに行けよって思えへん？行けへんねん。わけわからへんやろ。その突っ込んであかんねん。とりあえず行って、でどうするかって言ったら、このお兄ちゃんが、このコルキスっていうところに着くわけやん。コルキスへ到着すんねんか。だからコルキスの王女さんと結婚すんねん。なんやねんそれみたいな。おい、妹ほっぱらかしかいと思えへんか。で、もっとすごいのが、着いたら羊一生懸命頑張ってくれたやんか。黄金の羊頑張ってバーって行ってくれたやんか。その黄金の羊をパーンとやっつけて、黄金の毛皮をこのコルキスをね、プレゼントするね。で、中の肉とか内臓とか、それをゼウスにプレゼントするね。これわけわからへんやろ。書いてあるのこれな。黄金の毛皮。で、ゼウスにプレゼントするね。ほんだら、そこでパッと不思議なとこ調べてみたんや。そしたら、
そういう神に使えるものっていうのは、そんなに生贄やから、それが当たり前やと書いてあった。生贄は、かわいそうとしろと。それで的をしてんねんから。頑張って成功して二人のうち一人押してもついてんから。そこでも生命は的をしてんねんから。その怪我を王様にプレゼント、内臓をゼウスにプレゼント、それで全然幸せやみたいな。その価値観がちょっと分かれへんねん。で、これも言うように、場所によって全部違うからな。で、ほんとはこれま全然話別やねんけど、アルゴー戦の冒険ってやつがあんねんから。で、これで、黄金の怪我を略奪しにくいって。またそれはまた別だよね。普通喋ったらならないけどな。一応ね、耳でなんかそんなん聞いたことあるなーって言うて、それだけ覚えといて。なんとなくでいいから。で、次に、おうち座。おうち座はな、エウロペっていう可愛い女の子がおんねんか。で、ゼウスはさ、今度は、おうちに変身すんねんか。でも真っ白やねん。エウロペ、うわぁ、珍しいなーみたいな。みんなの中で、わめっちゃ珍しいし、めっちゃ白いなー言うて。で、エウロ、あの、化けた、ゼウスはさ、うー、乗ってみたらどうですかみたいな。またいてみたらどうですかみたいな。いいなーって。じゃあ、またくやん。またやったら、ふわーって天空飛んでくれ。わかる？飛んでくれ。ガーって飛んでいって、クレーターとはやっぱ行くの。ありえんやろ。ね、このエウロペの元がヨーロッパやね。ヨーロッパはこのエウロペから来てるね。だからギリシャ神話からいろんなことがいっぱいあるんで。エウロペが、うわぁ、おうしかわいいな、乗ってみたら、うぅークレートドームで行った、みたいな。漫画見てやろ。で、今度は逆にな。プレアデス星団。話まだ、待って。プレアデス星団ってあんねんけどな。で、それは、プレアデスと7人の姉妹、ティターン族がおんねんけどな。で、これはもう、ちょっと話別で聞いてくれたらいいねんけど、ストーカーされんねん。プレアデス集団が7人が、オリオン、オリオン、だって聞いたことあるやんか。このオリオンにストーカー5年間。5年間ずっとストーカーされんねん。5年間やで。ほんで、これの、ボスがアルテミス。おんないで、アルテミスって。アポロンの双子の妹、あの、男なんか知らんけど、あの、アポロンの妹、いう説もあれば、お姉ちゃんいう説もあるわ。とりあえず、アルテミス。これは処女神ってやつやんか。でもこの処女神やけど、唯一好きになるのが、なんと、オリオンやねん。で、これ、まあ、もうついでに言うけどな。オリオン、まあ、これはこれで別やんか。な、今。で、オリオンは、言ったら、まずこれ、面倒見るから、一応、話するなるやん。ストーヤかやねんけどな。で、こう、ええ仲になってきたらさ、アポロンが、お兄ちゃんが邪魔すんねん。お前、近づくなよ。どうとろこうとろ、みたいな。邪魔せんといて、お兄ちゃん、みたいな。唯一、私が好きやねんから、みたいな。だから今度は、アポロンは、そのオリオンにさ、これ向こうまで泳いで帰れるかみたいな。いや、泳げますよ。いや、無理ちゃうかみたいな。ほんまにみたいな。もし何かあったら助けるから頭になんかつけて行ってや、みたいな。よし、わかった、行ってみるわ、みたいな。その代わり、アルテミスに報告せや、俺こうやって泳いだ、言うたら、わかった。ちゃんと、かっこいい、言うて報告するわ。言うて、泳いだところで、アルテミス呼ぶねん。おい、アルテミスよみたいな。お前なんか弓はすごい得意やらしいなみたいな。それ何もなんでも、そんな遠くまで届かない。大丈夫よみたいな。な、ほんまかいなみたいな。な、これ撃ってみや。お、すげえのみたいな。お、そしたらほら、あの海に見えてる、あれや、使えるか、それは無理やろみたいな。アルテミスが、任しなさい言うて、ピュンってやるね。それが、オリオンって知らんやん。で、命中して、オリオン死んじゃうね。で、後で発覚して、ゼウスはお願いですから、オリオンを助けてください言って、助けられへんけど、一応星座にします言って、オリオン座になったんや。というお話。わかった？で、他のこのこいつらを、助けて言った頃は鳩になったんやしな。はい。
で、で、次は、双子座。これはな、レダって。スパルタの王妃レダやねんけどな。これまたややこしいねんけどな。今、レダ。この物語、さっき言うわ。それからまたもう一個言うからな。レダっていうのはどういうことかって言ったら、息子、お兄ちゃんが人間やねん。カストルって。で、弟はポルクス。これは神さんやねん。これは、ポルクスが、まあ、ゼウスとエッチかしたんか。これは人間だけじゃなくて知らんねん。まあ、そういうことや。で、ゼウスが白鳥に変身したから、要はな、この、お母さんが違うねんか。ほんで、あるとこでもう戦争に行くわけやんか。で、バーンと行ったら、矢が刺さんねん。このカストロに。で、死んじゃうねん。なら、レダがさ、同じやからさ、もう一心同体やから死ぬんやったら一緒、あかんやったらってな、そうか、わかった言うて、星座にしてくれんねん。それが双子座やねん。また、ちょっと急ぐわな、時間ないからな。んで、大丈夫いった。で、今度は、これ、覚えてる？トロイの木馬で一緒にあれが、戦争の原因になったヘレネ。お母さん一緒やねん。レダやねん。同じお母さんやからな。こんな今喋られへんから。よし。で、次、カニザはちょっと、ごめんな、ちょっとだけも言うた。カニザってめっちゃ可哀想やねん。カニザ、ヒュポン取るやんか。で、この、ヒュドラって言うとさっきのヒュポンの子供や。を退治してくんねんか、ヘラクレスが。12個ぐらい、やつけなあかんねんけどな。やつけにくんねんけど、カニはさ、ヒュドラの友達やからさ、ちょっと危ないで言うて、報告しに行こうとして、ガチャンって踏まれてまうねん。ヘラクレスに。おいみたいな。でもヘラクレス知らんか、おな、死んだ、なんか踏んだな、みたいな。かわいそうやからって言って、この、どれたらかな。待って、俺、カニ座やからな。カニ座にしてもうた、言うやつ。ただ、ヘラクレスに踏まれたけど、ごめんぐらい言うたれや、みたいな。言えへん、みたいな。な、だから、かわいそうやな、言うて、ヘラ、これヘラやでやけど、ヘラが悲しんで、うん、で、かわいそうやから、星にしたら、みたいな。もう終わるか。し。まだ6やから6。1、2。赤。俺、かなり早く潰れたけどな。赤。今日は、ここまで、えらい、へちゃったつもりやねんけどな。やっぱり12個は無理やな。やっぱ6ぐらいはいったんかな。獅子座。あ、いってるわ。カニ座が7月やからさ。獅子座は8月やからさ。これまたもう一回後半やってもいいかな。ちょっとダラダラ長なるけど。なんか、これかなりへちょったつもりやねんけどな。今日はここまで！人生バラエロ主義に乾杯！おりん、ちゃうわ。芸者戦は、星座12神、7月まで終了！じゃあまたね！バイバーイ！